レディオジャム We wanna be your number one。いかがお過ごしでございましょうか。9月の28日は日曜日、はい、ということで、我が東京多摩地区はですね、JR 中央線の運休工事に伴いまして非常に静かでございまして、しかも秋晴れでございましてですね、非常になんて言うんでしょうか、天気がいい感じで、当たり前ですね、秋晴れなんですから、気持ちいいですよ。先週寒い寒い言ってたこの番組が、もう今日俺半袖だしね。ということで、レディオジャム岩波岩ナンバーワン新作パンテキマ渡田でございます。インザグルメスーパーナンバー、21世型アーティスト発掘企画ということで、まあ、インターネット上で、音楽活動を頑張っているミュージシャンの人をどんどん紹介していこうという、そういう企画でございまして、もうそろそろ番組始まって1年半、どういうことになるんでしょうかよくわかりませんけども、今日の1曲目は STY というアーティストのスティルという曲を聴いていただきました。STY、22歳男子 from 関西。阪神館を中心に活動。阪神っていうのは兵庫とかそこら辺ですね。神戸あたりですね。で、時々クラブイベントなどにお呼ばれして歌ったりしていますと。で、聴いてくれる人が程よく軽く聞き流してくれるようなレイドバック感あふれる音楽を、そしてポップであって同時にちゃんと踊れる R&B をいつも念頭に置いて作っています。
で、ちなみにレイドバック、辞書引きましたよ。で、引かなくては意味わかんないけど、レイドバック、辞書にはこう書いてありますね。和語、リラックスした冷静なと書いてありますね。その通りでございます。この曲がまさにレイドバックなんですよ。ほいでもって、ちなみに作詞、作曲、編曲、コーラスにラップにとすべて一人でやってます。で、今後はいろいろなトラックメーカーさんやボーカリストさんとコラボレートしていく予定と。ということで、ホームページは http://sound.jp/sty/http://sound.jp/sty/ ということになってますんで、ホームページぜひチェックしてくださいなと。スーパーノバのホームページ、http://watawata.s18.xeria.com/nova。こちらの方でですね、ちゃんとアーティストプロフィールとかですね、あとは写真とか、あと何でしたっけ、リンクも貼ってありますし、あと投票ですね、レッツイボート。こちらの方で、まあ、この曲いいなと思った人は、ぜひ投票していただければな、と思います。ということで、今日のオープニングの曲はですね、STY のスティールという曲を聴いていただいたところでございまして。今言いました、レッツイボートなんですけども、スーパーノバホームページご覧になった方、わかると思いますが、リーブレイブというアーティストのですね、曲を先週かけて、その曲に対する投票が、百何十票になってると思うんですけども、これはですね、9月の27日、ですから土曜日ですね、土曜日の午前2時、後半ぐらいから3時くらいにかけてですね、5秒に1回ぐらいの割合で投票した方がいるんですよ、誰か。誰かものすごい勢いで、5秒に1回戻っちゃぽんって投票した人がいるんですね。もう、はっきり言いましょう。ね、127杯も入れてる。やりすぎです。こういうことをしたら皆さんいけませんよ。こういうことをしたら、もうサーバーは混むわ。もうトラブルは、もうプログラム的にも大変なことになるし、そもそもね、アーティストに対する侮辱ですよ、これは。だって、本当に好きだったら1回2回投票すればいいわけですよ。それも百何十回もやるってことは、単に遊んでるだけとしか思えないんだから、これは。こういうこと皆さんやっちゃいけません。ね、もう、レッツイボート。ね、確かに、アーティストの方にいいなと思ったら1票入れるっていうのは、そういうシステムですけども、127回も、5秒間隔でやっちゃいけない。これはなし。ね、今後皆さん、もしもやった人は聞いてたら、そういうことやらないようにね。アーティストに対する、それは、もうダメですから。そういうことやっちゃダメ。で、みんな、注意ね。レッツイーボート。いいと思った投票、このシステム、いくらなんでも127回は、一気に127回はやりすぎたと。そういうことですね。はい。ということでね。あとはですね、そうだ、スーパーノバの携帯サイトっていうのが実はあるっていうことをですね、この番組ではまだ言ってなかったんですけども、うちの、私がやってます携帯サイト、http://hpm1.nifty.com/chill/wata-wata/。こちらの方でですね、スーパーノバのコーナーができております。で、そこ見るとどうなるかっていうと、スーパーノバを携帯版から楽しめるという企画になっておりまして、まあ、番組が聞きたいとかですね、そういうことはないんですけれども、ちょっとね、アーティストプロフィールが読めたり、昔のものが読めたりとかしますんで、まあ、興味がある人は、パケット代に自信があるという方はですね、見ていただいてもいいかなと。一応そんな情報ね。結構ね、うちの携帯サイト充実してますんで、携帯版の8085なんて充実しまくりですから。もう、毎週更新してるわ。しかもなんだ、なんていうの、内容濃いわね。結構すごいですから。ということでね、http://hbm1.nifty.com/chill/wata-wata/。これじゃうちの携帯サイトの方もぜひよろしくお願いいたします。はい、続いて今日の2曲目です。スーパーノバ、今日の2曲目はですね、エンフォニアスというアーティストの、マルメロという曲を聴いていただきたいんですが、ちょっとですね、ボーカルの声を聴いていただいて、うん、って思っていただければなと思います。この番組を昔から聴いてる人なら、多分わかる。で、フロントラインとか聴いてる人なら、多分わかる。あの方が歌っていらっしゃいますのでね。ということで、エンフォニアスでマルメロ聴いてください。空を越えて君を照らす明日
い、ということで聴いていただいておりますユーフォニアスマルメロという楽曲なんですけども、この曲すごいですね。もうビクターエンターテインメント的な荒井明乃さんとか菅野陽子さん的なあの雰囲気漂っておりますけども、エフォニアス、キクという方とリアという2組なんですね。でキクさんはですね、メジャーで 作編曲家プログラマーとしても活動中。ネットで出会ったリアの歌声に魅了され、ユニットエフォニアスを立ち上げる。趣味も仕事で、趣味も仕事も音楽ですと。そして、リアさんは音楽系短大を卒業後、鍵盤の講師をやりながら音楽制作の道へ。その後、音楽制作に専念するために、講師を辞めて上京、現在に至る。趣味は読書。この BLB でどっかで読んだことがあるでしょ？ね。そうですね。はい、ということで、ツバナワのホームページの方でですね、この辺フォローされますんで、ぜひぜひ見てください。ミュージーのアーティストページの方にリンク貼っておきます。番組は一旦お知らせに入るよと。こんばんは、声マニアのカズマです。いい声が好きなあなたのためのラジオ、イノセントハルシネーション。毎回本当に素敵な声の持ち主が現れる。心地よく聞きやすいをモットーに喋り倒します。爆笑フリートークに本格ラジオドラマなど盛りだくさんの30分。今夜もあなたはメロメロだ。イノセントハルシネーション。ホームページヘブンリーブルーの URL は www.gofel.tok2.com /home/heavenlyblue。 これを聞かなきゃ眠れない。レディオジャミンプレゼンツラジオ同盟ではいろんなネットラジオ局の番組配信情報とかが見れちゃいます。気になる方はぜひぜひ今すぐチェックしてください。アクセスは8085のホームページ http://www.8085.jp.tc に今すぐアクセスな。インザグルールスーパーノラ。皆さん、ついてきてますか？レディオジャム、ユーワナビユーワナンバーワン、お届けしております。インザグループスーパーノヴァ、21世紀型アーティスト発掘曲、インザグループスーパーノヴァでございますけども。今日の3曲目は、アンチハニーというアーティストのサイレンという曲を聴いていただいておりますが、特にご紹介するプロフィールはいただいておりません。というか、紹介することがないというふうにメールに書いておりまして。一応ホームページの URL だけご紹介しておきますと、http://homepage2.nifty.com/anchihoney/http://home-page2.nifty
nifty.com、nifty.com、ただし、andiahoney、最初となっております。どうでしょうか、この、どっかに引きずられていってしまうような感覚。もう、トランスですね、まさに。これがトランスですよ、本当の意味のね。だから、もう、すごいですよ、世界が。今、トランスって言った瞬間に、運休だった電車が今走り出しましたね。なんか、ものすごいこと言ってますけど。いやー、すごいですね。病区とか、あのこら辺、あそこら辺にも負けない、この音楽感。すごい深い世界がありますけども。スーパーノヴァホームページのですね、アーティストページ、プロフィールがないということなんですけども、とりあえず、アーシャ、アーティスト写真の方はもらってますので、そちらの方をちょっと待ってたり、あと私がちょろちょろっと3行ぐらい解説書いてありますんで、ぜひ見てください。ということで、スーパーノヴァホームページは http:// わたわた .s18.exteria.com/nova/こちらになっております。ということで、このトランスワールドを体験したまま番組はエンディングの方に向かいたいと思います。皆さんこんばんは、のぎるです。私のホームページ GAV ではインターネットラジオ前中の GAV を公開しています。 URL は http://www.co/gav です。どうぞよろしくね。インターネットラジオステーションそよ風で大好評放送中のミスター Y のワイワイラジオ、ぜひ聞きに来てください。各週土曜日更新してますよ。アドレスは http://www.to/radioshoラジショーです。よろしく。ということでお送りしてまいりましたレディオジョーも岩波はナンバーワン、いかがでございましたでしょうか。もうオープニングからエンディングにこうかけてどん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 こう世界的に深くなっていくこの番組、どうでしたでしょうかね。今週はすごかったですけども、今日ご紹介したアーティスト、ステイ STY のスティルという曲ですね。そしてエンフォニアスのマルメロという曲、そしてアンティハニーの、サイレン、この3曲スーパーノヴァのホームページ、くどいようですが何度も言わせていただきます、スーパーノヴァのホームページにてちょっとフォローしております。http このセンサーシュ、わたわた .s18.xelia.com/nova。こちらの方で、プロフィールが読めたり、写真が載ってたり、そして、レッツイボート。ね、百何十回もしちゃダメですよ。ね、これ逆いいなと思ったら一票入れる、レッツイボート。ね、こちらの方で、投票していただけるようになってますので、そちらの方はトップページに載ってますけどもね、ぜひぜひチェックしてください。ほいでもって、来週のレディオジャム岩波岩ナンバーワン、もう10月です。来週は10月5日。もう世の中早いですね。東郷の日ですから、来週は。もう意味わかりませんけども。東郷の日はですね。何を今週は予告でかければいいのかな。今週結構すごいですね。来週結構かかる3曲すごいんですけども。ですね。セイズのサークルオブラブという曲ですね。そして、この曲にしましょうか予告ね。とりあえずそこから、あと来週2曲かかりますから、とりあえず、セイズのサークルオブラブという曲、イントロ頭で予告で聴いていただきましょう。ね、はい、ということで BG 絞って、はい、来ましょう、どうぞ。ん、なかなか来ないな、大丈夫かな、来ましたね。またなんかこう大陸感を感じるようなまたこういう始まり方なんですか。ということでこれは来週かかる曲ですね。この楽曲を作ったご本人の方はWe Are The World を意識したっていう風にどっかで書いたのを読んだんですけど、はい、ということでこれが来週10月5日にかかる曲でございます。はい、ここまでね。ということでもういつも通りこんな感じでお届けしておりますけどもね、来週もお楽しみにしていただければね。来週すごいですよ、ピヨピヨ、というアーティストの宴で武器これも気になるところですね。そしてハバネさんのラバンディアという曲、これもまたすごい咳が出ちゃうくらいすごいんですよということで、来週もまた濃い内容でお届けしていきますので、ぜひぜひ。今ね、喉に詰まっちゃって。ということで、今日もぐちゃぐちゃでお届けしてまいりましたけどもね、まあ、東京久しぶりに暑い、感じでございましてですね、まあ、中央線止まってるとかなんとかありますが、
まあこういう感じでね、また秋を迎えるのでしょうか。ということで特に喋ること思いつかないので、また来週お会いしましょう。レディジェム岩波岩生ダダでした。